松明松明、松明、許可、当治、英語、当治は、明かりとして使うために、手で持てるようにした火のついた木切れなどである。通常、長い棒や竿などの突端に、枯れ草や松屋になど燃えやすいものに浸した布切れを巻きつけた、ものである。西洋の城や教会など石造りの建物や、地下室では、電気のない時代。 廊下や部屋に明かりを投げかけるために壁の高いところに腕木で突き出させた食材、スコンス、突き出し食材に松明を刺すこともあった。松明を使って夜を照らしたり神聖な火を運ぶという神事や火祭りは世界各国に見られる。また夏などに松明で田畑の上を飛ぶ害虫を焼く虫送り、虫追いなども行われてたがこれも後に 農作業から火祭りへと取り入れられ、火祭りに五穀宝城、日よけ、虫よけなどの意味が付される場合もある。日本語の、松明の語源は、滝松や手日松など諸説ある。松明は、祭りなどの神事で、夜間の照明や、神聖な火を運ぶものとして使われることもある。夜間の参道を照らしたり、参拝者が松明を掲げて、行列を組神社などへ練り歩いた、 燃えやすい焚き木などの木切れを組んで作られた祭事用の大松明に火をつけて夜を照らしたり境へ走り抜けたりするなど、松明を使った様々な火祭りが行われる。同様に火を使う儀式には送り火や灯籠流しなどもある。こうした夜を徹する神事や神々や死者などへ捧げるための松明の使用は日本に限らずアジアや古代、ヨーロッパやギリシローマなど、 世界各国のあらゆる民族に共通して見られる。神聖な火を運ぶ松明当地で世界的に有名なものはオリンピックの際、最下から閉会式まで消さない聖火をギリシャから各国、開催国内をリレーして走る際にも使われている火リレーのトーである。このトーは聖火リレーと同じく1936年のベルリンオリンピックから導入された。 オリンピック以外のスポーツイベントでもトーチが用いられることがある。市販のものには内部に専用カートリッジを備えたものもあり、火炎式トーチと発煙式トーチがある。松明には昭和23年に大麻取締法が強化されるまではさぎ、小柄が使われていたが、現在はほとんどアサギは使われていない。アサギを松明に使っている神社は全国で2社だけとなった。 なお、一般神社で儀式で用いる松松は、火で松の芯の特に油分が多い部分と足を一緒に束ね、数箇所を縛り、手元を足で巻いたものを用いることが多い。その扱い方は行列の場合、吉時には火を列の内側に、教示は外側に向ける。また神道では松明のことを単に松とも呼ぶことも多い。ところで神社では、 野外用を松明と称し、屋内用を、四足、四色、四足という。これは、松の火での油に添加するので、その名がある。松の棒の手元の部分を紙で巻いたものを、四色という。四色の作り方については一定ではなく様々な、様式があり、杉の芯や松の小枝も用いられた。これらは、夜間の神事等で屋内の通路を照らすのに使用する。なお、 四足の使用法などは平安時代の霊気下にも記されている。また四足の刺し方は松明と同様である。松明の火をつける部分に硫黄と石灰を混ぜたものを使用すると水の中に入れられた後でも炎が消えない松明が出来上がる。こうした松明は古代ローマで用いられた。忍者は火薬を応用した松明を用いており、これを忍び松明。 水松明と呼び、竹筒に火薬を詰めたもので、水に潜らせても火が消えないとされる。現存するものとして、全長約70センチ、太さ7センチ、竹の皮で覆い、霧の取っ手があり、柄には、文化十二年の牧書も見られる。また、軍事面では、松明は放火する際の火種となった。水中用大松明については、標報書にも見られ、上泉信綱伝の、 君越州大江家の兵法書を戦国風に改めた著書記音、戦法の中の曜日の秘宝において、水中、豪雨、日なくして灯す巨、松明の秘宝の記述があり、薬品を竹巨の中に包むなど忍者が用いた水松明と類しており、水につけてしばらくしてあげると火がつき、これを知らぬいという秘宝であると記している。ジャグリング用当地は、 トスジャグリングの道具として用いられる。トーチは、ジャグリングの間、空中に投げ上げられては受け止められまた投げられるということを繰り返す。ジャグリングナイフやクラブを投げるのと方法は同じだが、トーチの放つ音と火の残像が、観客により強い印象を与える。しかし火を使うことは危険であるため、素人には、困難なジャグリングであり、熟練したジャグラーでも、 滅多に火傷することはないとはいえ注意を要する。キャンプファイアなどにおいて行われる火を使ったパフォーマンス。松明、トーチは闇を照らす、世を照らすことを象徴する一般的なエンブレムである。例えば右手に松明を持つ自由の女神像の正式名称は世界を照らす自由、リーブティ・エンライトニング・ザ・ワールドである。下向きにして交差させた松明は来ない。 ギリシアや古代ローマによく見られるもの印ししであった。下を向いた松明は死を象徴し、一方、上を向いた松明は再生する、炎の力を表し性の象徴であった。闇を照らす統治は、政治結社や政党などのシンボルにも使われる。イギリスの保守党のロゴには松明を持つ手があしらわれ、同じく、 イギリス労働党の1983年までのマークでは農民を味するクワに松明をクロスさせていた。国旗や国章ではザイール、現、コンゴ民主共和国の国旗に革命や自由を表す松明が描かれていたほか、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国、現、セルビア、モンテネグロ、クロアチア、スロベニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア、 コスボの国章に連邦を構成していた6つの共和国の兄弟愛と統一を意味する6本の松明がさしれていた。カトリック教会では長い歴史の中で一度ミサや儀式で用いたものは安易に使用をやめないという伝統があった。もともと松明はミサの奉納時に証明を行うためだけのものだったが、荘厳ミサにおいて欠かせないものとなり、 重要な役割を果たすようになった。の1912年の著書、ミサ、ローマ天礼に関する研究、ザマス、エースタディオブザ・ロマン・リトルジによれば、ミサにおける松明のより正しい形式は、自立式でない、誰かが支えないとならないものであった。しかし、今日では、バチカンでの荘厳なミサですら、松明を用いることはなく、自立式の食台に刺した背の高いろうそくを用っている。 こうした照明は松明持ちに運ばれ、サンクトゥスが歌われる時に祭壇に運ばれ、生体配慮が終わると片付けられる。聖公会の中のハイチャーチ、公教会やルーテル教会の一部には、松明を礼拝の中に使うところもある。建設現場で、当地といえば小さな、手持ち式の厚い炎を出すバーナーで、酸素とアセチレン、またはプロパンを燃料とし、鉄など、 金属の切断や溶接するために使われるものである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。